いらっしゃいませ、テクノスイスです。当社の YouTube チャンネルを開設することになりました。もともとは山田喜久夫の技術を動画に撮影して当社の若い技術者の参考にと思っていたのですが、他の技術者の方々にも参考にしていただき、また時計好きの方々にも楽しんでいただければと思い YouTube チャンネルを開設することになりました。今回 YouTube チャンネル開設しますけれども、会長からはどんな内容の動画を予定ですか？そうですね、今の若い人はとにかく部品交換が修理と思ってる人がいっぱいいますんで、そうじゃない修理を見せていきたいなと思ってます。交換しかやらなくて、交換部品がなかったらもうお断りっていうのは今世の中非常に多いんで。じゃああれですね、会長の動画を見て部品作りを学んで、ぜひ私もやってみたいっていう技術者が一人でも多く現れたらいいなと思いますね。じゃあキビキビ部品作り頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、山田会長の他にもテクノスイスの他の技術者の作業も動画にして公開していきます。その一環としてお客様からご応募を募り、お客様の時計の修理を動画にして公開 したいと思っております。ご興味のある方は概要欄からご応募お願いいたします。概要欄にあります。1本目の動画の公開日決まりましたら Facebook、Twitter で告知いたしますので、 SNS のフォローもお願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。